ターンテーブル上のコントローラーに音量のフェーダー、エフェクターなどを駆使し、曲を自在に操る DJ。 プレイには通常映像にあるような多くの機材が必要です。この DJ 機材の機能を手持ちサイズにまとめ、どこでも DJ プレイを楽しむことができる DJ マシンを開発した技術者が仙台にいます。仙台市青葉区の音響ベンチャーミューシグナル代表の宮崎光一郎さんがその技術者です。宮崎さんが今の会社の前身となる会社で7年前に開発したのが A4 サイズでスピーカーもついたポータブル DJ マシン GoDJ プラスです。これはですね、もう世界で唯一の、オールインワンの DJ システムですね。 DJ 機材って基本的にその大きいものが多いんですね。例えばこのテーブルに乗るか乗らないかぐらいの機材を一通り揃えて、で全部つながなきゃいけないんですね。なので DJ をじゃあちょっとやってみようかなと思ってもですね、まず最初に機材の壁っていうのにぶち当たってしまうんですね。でそれをどうやったら簡単にできるかな、どうやったら初心者の人でも DJ に、のプレイの練習ができるかなって考えついたのがこのオールインワンの DJ システムです。バッテリー内蔵のこの小さなマシンに大掛かりな DJ セットの機能とスピーカーも収められています。開発当時流通していたデジカメの液晶部品を流用した画面でターンテーブルなどを操作します。この機材を開発する前、2012年にはスピーカーのないマシンを開発して20カ国以上で販売し人気を博していましたが、初代の GoDJ ってスピーカーがついてないので、人に説明しづらかったんですね。これが、こんな音が出ますよとか、こんな面白い機材ですよって説明するのにわざわざスピーカーをつながなきゃいけなかったんですよ。でこれがどうにも面倒くさいと、もともとスピーカーを取り付けた理由はその我々のデモンストレーションのしやすさだったんですけども、結果的にユーザーさんからするとですね、すぐに音の確認ができるとか、すぐに練習ができるという非常に大きなメリットがある。画期的なアイデアのマシンで注目を集めた GoDJ プラスですが、販売は終了しています。宮崎さんの会社では一昨年からマシンのサポートを始めていて、修理の依頼が増えてきたといいます。やはり思いのほか多かったんですね、修理してほしいっていうご要望が。ということはやはりまだ我々の機材を使っている人数多くいらっしゃるし、まあ、そういう方々が、まあ、機器の故障でこれだけやっぱり困ってらっしゃるってなると、まあ、いよいよ我々、次のモデルを作るタイミングなんじゃないかなと。今がチャンスと宮崎さん、最新の技術を駆使したポータブル DJ マシンの開発に去年から取り組んでいるのです。今、設計をしているのはこちらの FJ1 という新しい DJ デバイスです。基本的にはこちらにある2号機の GoDJ プラスの機能を踏襲した製品になるんですけども、ハードウェアでいくつか大きな変更を加えた製品になります。マシンはまだ開発中で演奏はできませんが、データ処理能力は以前の50倍、液晶画面は大きく見やすくなり、操作性もユーザーからの要望に応えた仕様に変更されています。去年の11月からクラウドファンディングサイトで開発資金を募ったところ、すでに目標の5000万円を超え製品化が決まりました。現在はさらなる機能追加を目指し、今月末まで支援を募っています。仙台のディスコで DJ プレイする DJ マチャさん、DJ の世界への入り口は GoDJ だったと話します。 GoDJ という機械に関わってから、始めたような形でしたので、そのまま出会って8年というか、
初代の Go DJ を購入し、 Go DJ スクールや仲間とのイベントで腕を磨いた DJ マチャさん、開発中の DJ マシンの完成を楽しみにしています。本当に自分 の, その人生 の, その一部に入ってきているような、そんな機会だと思っています。いろんな、用途とか拡張性だとか、そういったものを、備えているような話もちらっとこう聞いてたりしたので、今後どういった形に変化していくのかっていうのはちょっとちょっとじゃないな、かなり楽しみではあります。 DJ プレイの裾野を広げる役割も果たしていたポータブル DJ マシーン、 FJ1 を開発中の宮崎さんの夢は次なるステージに向かっています。クラウドファンディングも間もなく終了しましてですね、その後一気に量産体制に入ります。おそらく今年の8月頃に出荷開始を予定しておりましてですね、日本国内の出荷が終わり次第海外展開というのを狙っていこうと思っています。斬新なポータブル DJ マシーン FJ1、 仙台から全国、さらには世界へ羽ばたこうとしています。